やらないか。エビバディス、ゴントゥーザラプチャー。続きをやっていきます。前回は何だったかな。よくストーリーわかんなかったけれども、男女が出てきて研究とか、あとは宇宙とか、あとは感染がうんぬんとか、そういった話をしていた気がします。まあ続きを今回はやっていきます。多分今回も前回みたいに、広いマップを歩き回って、で、いろんな情報、一般市民の会話を聞いて、情報を集めていって、それでストーリーを把握していく。そういった流れになるのかなと思います。初見なんで、詳しいことはわかんないので、まあそこら辺はね。というわけで、今回もやっていきましょう。ここら辺だったかな。ああ、確か前回ここがインフルエンザの公園だったかな。そんで前の方に見えるあの火の玉っちゅうのがイベントが発生するところをぐるぐると回っている感じなのかな。なんであいつについていけば間違いはないのかなと思います。ただ走ることができないので置いてかれます。こんな風にもうちょいゆっくり移動してくれたらよかったんだけどな。あいつのいるところについていけばイベントが発生する、そういう感じです。ここは、おう、入っていったね。ん、なんだこれは。なんだかエッチなものに見えますが、おもちゃかい。ここは何でしょう。入れるかな。おう。あなたの話ならば、村の人も聞くでしょう。おう。私には全く関係のないことだと思うけれどね。おばあちゃん。みんなあなたを尊敬している。みんなを安心させるためにも、コールスさんやバウトン夫人たちに起きていることについて話し合う必要があるんです。みんなあんたの教会じゃ大して安心できないってことなんだろうさ。私は食材などを求めていない。あなたは他人を裁きながら実は自分自身を罪に定めている。ローマの信徒への手紙第2章第1節。見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。マタイによる福音書第6章第1節。私の意見を心配してる場合かね、神父様。いいだろう。バーバラに話して病院の追加業務について張り紙をするように頼んでみるよ。ほう、ここは教会か。なるほど。おう、行っちゃう。こっちか。多分全部これ見て回ったらすんげえ時間かかるよな。なるほど。待って、ちょっと裏側見に行こう。なんとなく気になるから。こっちの方かな。おう、赤くていい車じゃないか。おう、なんだかあれはホラー映画に出てきそうな。なんだっけ、あのピエロのホラー映画。なんだっけ、ど忘れした。ピエロが子供をさらっていく映画。ど忘れしたな。ここは入れないかな。おう、鍵閉まってんな。おう、これは聖書にマグカップ。いいね、のどかだ。おう、心が静まるミュージック。ミュージックって言っていいのかな。さて、この車乗っていけたらね、助かるんだけど走れないからさ。さっきも言ったけど、ジャンプもできない、しゃがむこともできない。ずっとこの調子で進んでいく、そんな感じ。とここは右に行きたいところではあるが、左に行こう。本当にここ田舎だよな。本当になんもねえ。あと、なぜかおもちゃがねえ、ところどころ落ちてるんだが、ノコギリも置きっぱなしだし危ないな。なるかな。開かないか。ほうほう、画質だけは本当に綺麗だ。
やっぱりこれ開く家と開かない家があるのかな。前回は結構開いてくれる家が、玄関開いてくれる家が結構あったんだけれども、スポンジか。おう、単なる物理学上の歪みじゃない、キャイト。まだ理解はしていないけど事故じゃなかった、うん、時計に起きたことと6号棟での事故は偶然じゃない。マジ？意志を感じる。意志？更新しようとする意志を。宇宙人？おう、そうだ、このケイトっていう女性と、あとはスティーブンだっけ。なんかあった今、気のせいかな。ケイトっていう女性とスティーブンっていう男性だったかな、の二人が研究をしていて、宇宙がうんぬんとかそんなことを話していたと思います。ここはガソリン、ん？たまーに、なんだろう、空間が歪んでるな。ここは入れるな。おう、なかなかいい庭じゃないか。これは？おう、ティッシュ。なんで鼻血鼻血ブーやん。いいね。あー、随分広い庭だな。日本じゃ考えらんないよで、絵の才能もあるってか、素晴らしいね。開かないか。こっちが裏庭ってやつが？開かない。さっき玄関の扉が開いてたよな。中に入ることができるかもしれない。ん？なんだろう、なんか灰っぽいのが飛んでるんだけど。なんだろうな。まあいいや、入っていきましょうか。お邪魔しまーす。よ。で、これを一番いいところに合わせてやるとイベントが発生するっていう感じだったかな。お、来てる？ビンビン来てる？幹線道路にいましたね。どこ？みんなじっとしているという時に。おう、ウェイド先生を探していた。いいですか、フランク。スティーブンは自分に責任があると思っているようです。ああ、だろうな。ケイトがまだ観測所にいるようですが、ゲートは閉ざされている。フランク、じきに救援隊が来るでしょう。飛行機か何かで。ああ、当然来るだろうな。あいつの言うパターンでは俺たちが中心にいる。つまり、奴らが本気なら俺たちは爆撃のど真ん中だ。No。 なるほど、やっぱりさっきの、あ、終わっちゃった？もう何もないかな。ケイトっていう女性とスティーブンっていう男性が多分何かの研究をしていて失敗しちゃったのかな。おう、シコティーニオ見ねえな。鼻血ティッシュがいっぱいあるな。なんだ、生理っていうのかおう、便器。蓋が開かないな。残念だ。なんかシュールだな。行きましょうか。さて。で、まだやっぱり自分、この今、このゲームの主人公が誰なのかとか、今一体この世界で何が起こってるのかっていうことが全くつかめないから、ねえ、いまいちストーリーもよくわかんない状態ではあるけれども。お？よう。そっちはもう行ったよ。で、終わりか。やっぱ上の方に行くのか。なんだろうな。ここは、ガレージか。多分ガソリンスタンドだよね。ん？ん？おう。あいつは向こうの方に。上？上？よくわかんない。おう、こっち来た。おう。変なやつ。多分ここら辺には何もないとは思うけれども。よ。メグ、これを見てくれ。ん？信じられない。チャーリー。空き家に押し入ってるやつがいるってジェレミーが。ずいぶん持っていかれたらしい。どうした？誰かが自分用に物資を集めてるみたい。クソ、誰が。でも倉庫には村全体が数ヶ月暮らせるだけの物資があるわ。トラックを取ってこよう。
今持っていくってこと？ええ、そうです。アップルトンだ。あのイカれたスティーブン・アップルトンだ。ぶちのめしてやる。サム、もういいわ。天気が変わる前に移動しましょう。一緒に来る？帰りにキャンプでレイチェルを拾うつもりよ。スティーブンってはあの男性か、ケイトの相方か、研究者が、この村でいろんな物資を盗んでいた研究のためにかな。おう、なんもねえな。っていうか誰もいないんだけれども、どこに行ったのかな。ねえ、タバコの火がついていたりとか、誰かがいた形跡はあるんだけれども、誰一人いない。どうしよう。じゃあこっちの方行ってみるか。上登って奥の方、ちょっとどこに行けばいいのか分かんなくなってきたから、もうちょっと上に行ってみようか。なんだか暗くなってきたな。あの人、ああ向こう側行ってるわ。やっぱり向こう側にあるのかなと思ったらこっち来た。そこはもう見たよ。よっ、おう、こっちの方か。なんだか休憩所っぽいところがあるな。これ何？井戸ではない。なんかの張り紙ある。 You are a winner。 ん？誰かいる？いるんだろう。いるよ。聞こえるか？そこにいるんだろう、このろくでなしめ。なんだよいきなり。俺は死んだ。え？ああ、お前が殺した。いや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 、僕はやってない。イエスよ、お助けください。神よ、力をください。力をください。はい、誰かいますか？俺がいるよ。聞こえますか？聞こえてるよ。ああ。まだいたのか。いるってだから。それもそうだろうな。さあ来い。おう。これで終わりにしよう。何をするつもりだ？私は待っている。中に入っていくのかな。おう、おう、チャーチ、教会か。おう、なんだか不思議な雰囲気。ん？こっち側から回っていけってか。おう、なるほど。こっち側、後ろには何もない。本が落ちてるな。本、クッション。おう。お、イベントがあるな。じゃあこいつを掴んで。ここら辺か？ここら辺か？これ地味にむずいな。一番反応が大きいところに。このたまたま合わせてやるんだ。むずい。ああ、あ、ここだ。お、その響きは、おう、全地に。その言葉は世界の果てに向かう。そこに神は太陽の幕屋を設けられた。
天に増します。我らの父よ、願わくは皆の。ああ、消えたっていうか、なんだ、命が果てたっていう、そんな感じが、印象がありますな。ああ、なんだかダークソウルっぽいな、雰囲気。この光はどっから差し込んでるんだ？ん？何か、何もないか。クッション。ちょっと戻ってみようか。あ、向こう側の部屋かな？キラキラ光ってんな。宇宙の星々のように。おう！ああ、おうおう！はあ、美しい。あ、いいね。デートコースかな、これは。ああ、美しい。ああ、ロマンチック。こういうところは俺は嫌いじゃない。むしろ大好きだ。いいね。実際こういうところを歩いたことがある記憶があるんだが、どこだったかな。どこだったかな。覚えてないわ。どっかのお花の公園だったかな。こういう風にライトアップされて、ね、幻想的な風景を楽しむことができるという、そういうイベントがあった気がします。ウェンディ。ん？一番最初はジェレミーだったよな。ん？おお。なるほど。ん？なんだか古めかしい小屋が見えてきたな。乗り越えていくってか。お、行けた。今度は森か。なんだかトトロの歌を歌いたくなるな。ん？家が一軒見えてきた。あれは何の家だ。誰かの家かな。スティーブンとかケイトとか、もしくは研究の本部とか、あの火の玉も家の中に入っていくっぽいな。あ、なかなかシャレオズなオタクですな。ん？あ、眩しい。なに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 、器？おう、ちょっとセクシーなカーテン。で、家の中に入っていくっちゅうわけな。おう。なんだか狭いな。で、イベントか。この操作いらんよな、これ。よし。ずいぶんやつれた顔してますね。あのやかましい犬のせいで寝れなくてね。それに空のあれのせいさ。ラジオでは雷雨だって言ってるけど、どうだかね。今朝庭で死んだ鳥を見つけたんだよ。それはかわいそうに。大気の状態と何か関係があったのかもしれないね。スティーブンならわかるだろう。後で電話してみるよ。ウェンディ、今日私が立ち寄ったのは高齢者の周りで事件が起きているからだ。バウトン夫人が、その何と言ったらいいか消えたんだ。
迷子になったのは間違いない。それであなたの様子を見に。委員会はインフルエンザの流行だと。まあ私はそうは思わないが、それで頭痛はないかな。鼻血は？関節痛とか腸の調子は？ウィード先生、私はピンピンしてるよ。もっと見てあげなきゃならない病人がいるだろう。息子を見かけたら私が探していたって伝えておくれ。なるほど、高齢者が行方不明か。なんだろう、スティーブンやケイトがやっていた研究と何か関係あるのかな。おう、裏にはずいぶんおしゃれだな。なるほどな。こうやって、ストーリーをちょっとずつ把握していく、そういう感じですな。なるほど。じゃあ今回はキリがいいかわかんないけれども、ここら辺までにしときますか。最後に高評価忘れずによろしくお願いします。コメントはすべて目を通しておりますので、ご自由にどうぞ。ご意見ご要望はツイッターまでどうぞ。それじゃまた。